絵本がありません。関西神戸という九州地方の民話です。昔からのお話ね、お話です。で、松竹美代子さんが幸話と言ってお話聞いてきてご本にしてるんだけど、今日私が今からお話しする歌、お話はそれをちょっとアレンジしています。はい、アレンジってわかる？すごい、ちょっと書いてる。そうです、そうです、その通り。あ、だんだん下がっていってます。怖いかもしれないよ。怖いかもしれない。では始めます。歌うされっぽう。昔、よもべとゴンゾという二人の商人が旅の道連れになった。商人っていうのはね、物を売ってお仕事してるんね。昔は車も電車もなかったから歩いてたんだよ。たんまり両手にも儲けた。片っぽはすごい儲けた。ゴンゾで、ヨーベイさんはたっぷりお金儲けて、ゴンゾは、いや、わしはさっぱりや、一文なしや。ね、二人が歩いていくときに、だん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 坂を登って頂上に着きました。峠のてっぺんに着きました。ここから舞台だ。ヨーベイはさっさと降りようと言ったんだけど、ゴンゾは聞かない。いやいや、もう疲れた。お、ヨゴベ、ちょうどいい石がある。ここに座れ、ヨゴベ、ここ座れと言われて、ヨゴベ腰をかけかけると、あ、もしかしてゴンゾに殺されると思った途端に首をはねられてしまった。はねられる、殺人やがな。しかも強盗、お金を取ってゴンゾは自分の町へ帰った。わあ、で、悪いな、そのお金で。で、今見たら警察おらんけんな。誰も知らんところで、ヨゴベ首切られちゃう。なで、3年の間はその銭で遊んで暮らしていたんだけど、3年もしたら、そんなお金なくなっちゃうよね。仕方がないから、また、商いの一緒に旅に出た。あの峠の頂上まで、
今度は猿神戸を懐に入れて町へと下った。そして辻入れた4つがあるね。猿神戸が歌いまする。さあ集まったり集まったり、ほらそんな後ろの方で言い合いで、ほら集まったり集まったりというと、どの町でもわらわらと、はい集まってくる、わらわらと前の方に集まってくる、わら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 、そうそんなバカな猿神戸の歌うはずがないやろ。そう歌いますぞ。それではそれ歌え。すると猿神戸はほれぼれするような声で歌い出す。あのたI'm sorry.
来い、今度先にわしの首をはねたのは誰じゃ。そうじゃな、嫁すまん、すまんことをした。ようやく謝ったな。お前がよくわかったら楽しい旅もこれで終わりじゃ。よっ、そんなことない。あの世へ行って歌を猿神戸をすればよい。はあ、あの世へ行ったら歌う猿神戸など珍しくもなんともないわい。これで本当におしまい。ありがとうございました。楽しかった。